はい、だーい。歌って踊れるプリティーちえちゃんと遊ぼうの時間だよ。みんな今日はいい日でしたか？まだまだ暑いよね。水を飲んだり、しっかり健康管理してくださいね。はい、今日はまた素敵なゲストがやってきました。ツイキャスの皆さんは見れると思いますけど、とってもこのユニークな方です。どなたでしょう？どうぞ。はい、糸満から来ました加賀津郁美と言います。よろしくお願いします。郁美さんは何をしてる方でしょうか？今陶芸やってます。陶芸、はい、陶芸家ですよね、もともとね、うん、陶芸やって素晴らしいこう焼き物を作ってるんですよね。郁美さんはだけどこの陶芸だけじゃないんですよね。その前は何をなさって？その前は糸満市で市議会議員をやってました。糸満市議ですよね。加賀津郁美ですよね。加賀津郁美。私最初女性かと思いました。名前聞いた時。そうそう、みんなに言われて。ね、美しいっていう字が入ってるよね。はい。本当に。なんでお父さんとかこれつけたのかな。なんかわかる？兄弟上、うん、2人兄貴がいて、うん、僕3番目なので、うん、多分そういう思いがあったんじゃないかな。あ、女性？多分。女の子かなみたいな。はい、そしてお名前はその郁美で。だと思います。うん、素敵な名前です。はい。郁美さんは、糸満の議員の時に私は、市議会を見に行きました。うん、もう、あれは、もう驚きで、私、郁美さんはとても尊敬してて、議会を見たいと思ってたんですよ。この人ちょっと他の市議と違うなと思って、どんな、こう、一般質問とか、まあ、意見言ったりするのかなと思って、見に行こうと思ってたら、なかなか議会一緒なんですよ。3月、6月、9月、12月って一緒なので見に行けなかったんですけど、うん、ある時、なんか夜もやってるっていうのを聞いて、はい、電話したんですよ。それも8時か9時、うん、市議会やってるって聞いたけど、本当ですかって言ったら、やってますよって言うから、でも、今、宜野湾だから行ったら間に合いませんよねって言ったら、この議会事務局の方、間に合うと思いますって言うんですよ。ええー、って。で、いつ終わる予定ですかって言ったら、わかりませんって言うので、うん、それから向かったんですよ、あの時。ちょうど、僕が在籍してる時は、荒れてる時だったんで、うん、議会が。びっくりして、それが、びっくりしたことで、一郎さん、いつ、何時に終わったと思います？わからないです。その、夜中に終わると思ったら、はい、夜中も休憩があって、私たちはそこで友達になった女性がいて、何人か。みんなで、レストランに食べに行って、そしてまた戻って、終わったのあの時4時ぐらいですよ。朝方5時過ぎぐらい。5時過ぎぐらい。ええ。もう私、傍聴席に、新報だったかタイムズだったか、記者もいるんですけど、この人がもうこうやって寝てて、もうみんな疲れてる。議員さんも寝てる人いましたよね、時々、うん。議員もいたし、ね、執行部も寝てる人いたと思います。ね、もうあれ体力の限界っていうか。いや、もう大変ですよ。ね、すごい。朝10時からずっとやってるんで。うん、でも本当にその中で、郁美さんとか何人か、もう議員さん本当に、議員さんたち、私はもう本当に感激しましたよ。感激というか感動というか。もうそういうところでもやっぱり市民のために、一生懸命、この財政、やっぱり子どもたちとか市民のためにどう使ったらいいのかっていうのを、うんうん、やってる姿を見て、まあ大変、本当にこの朝までっていうのは大変だと思いますけど、うん、本当お疲れ様でした。あ、いえいえ、お疲れ様です。で、郁美はいつもこう、市長になりたいっていうことを言ってて、うんうんうん、市議になった時からですよね。あ、そうそう。市長選が先にあったら市長選出てたかも、うん。たまたま市議選があったから市議選から出たっていう感じ。ですよね。だからいつも、なんていうの、議員になって議員としてやりたいっていうことではなくて、最初から市全体を見てって、なんていうんですかね。市長としてどう自分はこの市を、糸満市を変えていくかっていうか、どういうふうにしていくかっていう視点がいつも あったので、うん、私はそこがすごいなって思ってて。ええ。うん。で、市長になったらどんなことしたいってあったんですか？あ、もう、教育への投資ですね。人材育成。ですよね。っていうところ。うんね、いつも子供がもう、子供を中心にっていうか、うん、教育を中心に、うん、子供の食育を中心にっていう考え方でしたね。そうですね。でも結果的に、うん、
教育に投資することで、うん、人口が増えたっていう事例が、うんうん、まあ、沖縄県ではなくて他の全国の市町村では結果として出てきているっていうのがあったので、うんうん、今この沖縄県でも少子高齢化があるっていう中で、うん、もちろん高齢者の人たちをじゃあ、見放すのかって言ったらそうでもなくて、そこもやりながらしっかり新しく生まれてくる命とか、そういう方々が今貧困で産めないとか、そういう方々へのサポートをして、あだったら産めるっていう、もう一人子供欲しいなっていうような、まあ、サポートをしていく体制が、うん、もう国も見てでもやる気ないし、うん、県でもやらない、うん、だったらもう市町村の財源でやりくりをしてやってるっていう自治体が全国にいっぱいあるの で、 そ、 うですよ、ね、そこをいい事例を持ってきてやろうっていうのが、まあ、僕の考え方でした、うん、だから私はもう絶対イクミンさんに市長になってほしくて本当にずっと応援してました。でこのイクミンさんと同じように素晴らしいなと思ってるのが、豊見城市の元市長で、山川仁さん。仁さんもこう、一期の4年間だけど、うん、劇的に変えましたよね。いや、あれはもう、僕びっくりしました。うんうん、僕も財政のこととか、まだまだ未熟だけど、勉強はしてるんですけど、うんうん、ここまでできるのかと思って、うん、びっくりしました。ですよね。うん、それも、少数与党じゃなかったんですかね。うんうん、だから、バンバン見たら、給食費無償化とか医療費無償化とかいい政策を市長が出してるのに否決されてましたよね、うん、数の力で否決されて、はい、で、まあ、今市長になられた方が、うん、当時山川さんのこの無償化にかかる予算を反対を筆頭になってやってた人なんですよ、うん、そうですよね。そうそう、私はもう本当に なんでそうなるのかなって、そう、うん、驚きました。私ある時このある議員さんがなんかあっち側、なんていうかな、うん、この、否決した人にたまたま見たので、うん、聞いたんですよ、もう素朴に聞きたくて。うん、なんでこの、給食費無償化とか、医療費無償化って、子供のためになるのに反対したんですかって言ったら、なんか自分たちの豊見城市が先になったら、なんか、周りの市と、なんか不平等って、なんか意味がわからないような、うん、ええー、と思って、こんなことで否決するのかなと思って、とてもびっくりしたんですけど、ね、本当に。だからそういう、なんていうかな、ひとしさんみたいな市長が、私は絶対落ちると思ってなくて、もう落ちてしまったので、今回衆議院4区に出てて、なんていうのかな、ひとしさん何を聞いても、パッと答えるんですよ。ここが山本太郎さんと似てて。だから、やっぱり政治家としての器かなって、思ってて、もう沖4区って大変じゃないですか。あ、今島々、ね、島々いっぱい、うん、なんていうか島々の問題もそうだし、うん、候補者の問題もそういろんなことが渦巻いててね、うん、本当にその中ででも課題っていうか解決しないといけないのいっぱいあるので、うん、もうだから私は2区で宜野湾の市議で、もちろんこの荒垣邦夫さんを応援して、朝の手振りも皆さんあちこちでやってるんですけど、今も応援してますし、自分ももう投票もしますし、応援してますけど、もうこれから4区に、全力投球っていうか、していこうかなと思ってます。あ、そうなんですね。そうなんです。もう、ありがとうございます。いえいえ、だから4区、もう大変ですよね。うん、大変なんだけど、うん、ただ僕は今一市民として、うんうんうん、素朴にちゃんと市民の声を国会に、うん、届けてくれる人っていうのを単純に選んで、そうやりたいので、国会に届ける人ですよね。うん、なんかなんていうかな、同調圧力というか、うん、やっぱり周りから、まあ、僕の考えとは違う、この人候補者を応援してくれみたいなのはすごい言われるんですけど、うんうん、僕はもうはっきり言いたい人なので、うん、そうそうそう、でもその人を誹謗中傷するわけじゃなくて、そう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 、僕の考え方と僕が違うから応援できませんよっていうふうにお断りをして、そうそうそう、僕はこの人です、今回はこの人ですっていうふうに、まあ、そう、はい、お伝えしてるんですけど。だから私今度糸満市の公開討論会も見に行って、金城徹さん、比嘉恭子さん、山川仁さん3人のガチで見たんですけど、うん、もう歴然としてると思ったんですよ、うん、私としては。うん、やっぱりこの4区って広いじゃないですか、南部にしても、うん、南部もいろんな市町村があって、そして島々があって、そこ全体を見て、やっぱり教育の問題もだし、経済の問題も、すべてひっくるめて、やっぱり
バシッと発言できる人じゃないと4区は救えないって思ったんですけど、うん、どう感じました？討論会で。討論会僕会場に実は行けなくて。あ、行けなかったんだ。ちょうどその時あの埼玉にいて、うんうん、あの YouTube で中継を見てたんですけど、はい、あのやっぱり答え、聞かれたことに対して答えるっていう、うん、まあ、姿勢というか、もともとそういう考えがあったから出てくる言葉って、うん、人って出るじゃないですか。うんうんうん、それが、僕は、山川さんと比嘉恭子さんからはすごい感じたんです、うん、正直。うんうんうん、でも、金城徹さんからは正直、この人の言葉なのかなっていうような感じで僕は受け取ってる部分が結構多くて。で、まあ、前回も、選挙に出られてたので、うん、なんだろうな、今回は違うのかなって僕の中ではあったんですけどね、最初から、うん。そうですよね。だから、やっぱり今また、なんかうるま市の方に、なんか明日、またなんかね、いろいろ入ってくるようですよね。聞きました？なんか、連絡が来たんですけど、訓練。だから、訓練、大きな、金相当だったかな、うん、いろんな訓練も、もう本島でもだし、もう離島、島々、もう本当に戦争に巻き込まれていくっていう、もうとっても大変な時なので、うん、私は非常に大切な選挙かなっていうふうに思ってるんですよ。うん、だから南西諸島が軍事化されていくものに対して、ノーと言える人じゃないと、ちゃんと。だから今、政党も、言えない政党もあるじゃないですか、それ、うん、令和、私は令和新選組をしてるんですけど、令和ははっきり反対っていうことを言ってるし、仁さんもノーと言ってるし、うん、それを言わないと、オール沖縄が辺野古、ワンイシューってそこにこだわっていると、大切なものを本当に見逃してしまうと思うんです、うん、どう思いますか？いや、もう まさしくその通りだと思っていて、うんうん、僕もまあ、3年間ぐらいは市議をやらせてもらっていたので、うん、その中で もちろん基地問題はやる、うん、だけどそれと、うん、同じ熱量で他のこと、貧困の問題であったり、貧困そう教育の問題であったり、うん、いろんなと基地問題だけじゃなくて同じレベルで僕は取り込むっていうことをすごく心がけていたので、うん、だからこの今オール沖縄が辺野古反対するんだっていうのはそれはうん、僕からすると当たり前なんです、うんうんうん、それ以外を何するんですかっていうところがやっぱ弱いっていうのがすごい感じているので、うんうん、だからそれをやっぱ周りの人も感じてるんじゃないかなというか、うん、投票率もこれだけ下がっていきながら、そうそうそう、基地反対しながら浦添軍港 OK なんかいとか、そう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 、なんだろうと思います。浦添もね、友達が潜ってるんだけど、辺野古ブルーの仲間が、うん、もうすごいって、うん、珊瑚礁が綺麗で、なんかもういっぱい失われてしまってるから、うん、南港の空港の近くもすごいあったみたいなんですよ、うんうん、でもそこももうどんどん拡張する中で、うん、もう死んじゃってるから、浦添の上地は本当に残してほしいとこで、うんうん、だからそれも石垣も、私は石垣で3年小学校の先生してたんですけど、おもとだけっていう、うん、もう八重山の人が愛するところを切り裂いて、基地、あんな大きな基地作っちゃって、与那国も、うん、南部牧場を壊して、今、日川も、日川っていう綺麗な田舎も、田舎ってなんか、沼の湿地帯の素晴らしいところがある村も、うん、そこをね、軍港にしようとしてるし、うん、もう本当に心配ですよね。浦添のあの上地も、観察会行かせてもらって、うんうんうん、いろんな、まあ、小さい生き物がいっぱいいて、で、子供たちと一緒に参加して、で、こんだけ生き物がいっぱいいるんだよって、先生から教わって、うん、で、終わって最後に、自分の子供たちに、ここ全部埋めるんだよって言ったから、なんでって、もう単純に、うん、こんなに生き物いるのに、みんな死ぬじゃんって言ってて、そう、うん、だけど、偉い人たちがここ埋めるって決めたんだよって言ったから、うん、バカじゃないのって僕も思います。本当にバカじゃないのと思って子供たちが賢いよね。なんていうのかな、いろんなことじゃなくて素直にそのこと事柄を見て、うん、言葉発するでしょ、うん、本当にSDGs とか言ってるの、うん、何って思うよね、うん、
なんか。もう、あの、はい、見せかけです。だから、その、上地も、そして小倉湾も、本当に生き物がいっぱいで、うん、生き物たちは声を出せないから、もう生き物になってもね、声、助けてとも出せないし、うん、だけど、こう、日々、埋め立てられてね、死んでいってると思うとね、うん、本当に。自然が、ああいうのって、やっぱり数十年、数百年かけて作り出したものを、人間が、うん、まあ、経済活動とか、そういうことだけのために、うん、やっぱり一瞬で壊してしまったものは、もう戻りませんよって、うん。だからなんかそれを生かすような、生かして経済を回すとか、そういう発想になってもらえたらいいんですけど。そう。なんか僕はもういろんな面で、うん、いろんな政治家さんたちとは意見が僕は合わない人で。例えば僕、沖縄にホテルももういらないんじゃないかって思ってるし。いらない。あ、それはいらないと思う、私も。そうそう。なんか、オーバーツーリズムとか、そういう、なんていうのかな。うん、ホテルが建てば観光客が増えるっていうのはそうなんだけど、じゃあその結果沖縄の人たちが豊かになるかっていうのはまた別問題だなんです、ね、うん、そう。だから、まあ、そもそものこのシステム自体を考えて見直さないといけないと思ってる人なので、そうそうそう、だからなんか観光客受け入れるっていうのは分かるんだけど、でもやり方はあるんじゃないかって、他の方法論としてね、では思ってる。ホテルがさ、よくさプライベートビーチってビーチを入れなくするでしょ、うん、私おかしいと思ってて、うん、海はみんなのものなのになんかホテルのものになって入れなくなる、うんうん、それもおかしいし、で私はジャングリラも反対してて、うんうん、なんか自然のままでいいのに、うん、なんかこの、うん、なんていうのかな、沖縄のためって言うけど沖縄のためと思うならそっとしといてって思うんだけど、みんな島も島が買われちゃったよね、ね、買われちゃって、すごく海綺麗なところ、うん、もうびっくりしたし、ニュース見たとき、ってお金のある人たちってね、もう何でもお金で動かせちゃうから、うん、まあその買った人がすごい自然を残してやろうっていう考えを持ってたらまた別なんだけど、うん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 、まあただ単にそこを材料として、材料の一つとして金を儲けるっていう、まあ、考え方だけで進んでいたら、うん、まあ、残念だなとは思うけど、大体どのホテルもそうだけど、うん、外資系も本土の大手も、地元の活性化って、地元のためにっていうけど、やっぱり儲かるのはそのホテルで、うん、沖縄ホテルで。まあ、従業員とか一部働く人も沖縄の人いるかもしれないけど、うん、もう少しでしょ、そこは。だから、本当に、なんていうのかな、沖縄の人のために考えるような未来を考えていかないといけないと思う。うんうん、ただそれはうん、この政治家の人たちが決めることで、うん、僕も子供が2人いるので、うん、ちょっと親の責任も僕はあるなってちょっと思うところもあって、うんうん、やっぱり子供たちに対して沖縄ってどういうところなんだよっていうのを日々教育として語り継いでないというか、その旧暦文化がこういうふうにあるんだよとか、沖縄のことを伝えてない、そうそうそう、歴史とか文化とか、だからなんか当たり前すぎて伝えてないなっていうところもあって、うん、でこれは僕がやっぱ20歳の時とかに東京の方に出稼ぎに行った時に、もう沖縄のこと何も知らない、あで出て行って内地でテレビ見た時にちょうどチュラさんやってたんですよ、うんうん、あの頃か、そうで、うん、沖縄ブームが来てる時で、もうどのチャンネルをつけても沖縄特集ばっかりの時があって、うん、で僕その時に東京で沖縄の特集見て、沖縄の文化すごっみたいな、外に出て気づいた、外に出ていろんな文化して、沖縄で生まれたこと誇りに思うわって、僕東京で思ったんです。あ、でもそういうのってあるよね。そうそう、だからそういうふうになんか、ちゃんと教育として沖縄とはこういう、まあ、島というか、うん、まあ、日本の本土とは違う文化持ってるよっていうのをやっぱり教育としてしっかり教えていく。やっぱり、うちなぐちもそうだけど、うん、この文化がどんどんなくなっていってるっていうのは、やっぱり僕ら大人が子供たちに伝えていないっていう、うん、象徴的なあれですよね。そうだよね、うん。やっぱりしっかりと、小さい時から家庭でも学校でも、やっぱり沖縄は琉球だったんだよっていうこととか、その歴史とか文化とか言語とか、うんうん、教育の学校の中でも教えていくべきだと。そうですね。うん、で、またなんか、うん、
だそれがないから何かスポットを作って沖縄に呼ぼうみたいな発想になってくると僕は思っていて、うん、だから今でいうホテルであったり、うんうん、ジャングリラであったり何かスポットを作ってそこに呼ぶんだみたいなことではなくて、うん、いやいやそもそもこの沖縄にはスポットの当たってない文化っていうものがたくさんありますよっていうものを、うんうん、あのアピールできれば、うん、例えば沖縄旅行に来た時に、うん、あここの地域のこの文化の触れてみたいとか、うん、ここの地域はまたあそこの文化と全然違うとか、もともとあるものだよね、もともとあるもの、そうそう、どっかの真似をしたりとかじゃなくて、 そこにあるものをね、そう、うん、だから地域地域によって全然文化が違うとかもあるんですよ、うんうんうん、あれって言葉 も、うん、もう沖縄本島の中でもいろんな言葉がもっとあったって、うんうんうん、もう消えていった文化もだから言語があるっていうことだから、うんうん、沖縄って本当に多様性、うん、その沖縄の中でもこの多様性があって、うん、また島々があってっていうことで、うん、本当にあの今郁美が言ったようにもう宝物が本当にいっぱい埋もれてて、まだまだね私たちが自分たちが認識もできてなくて、で面白いのがいっぱいあるんです、うん、例えば例えばあの例えばイートマンで言ったらね、うんうん、ジョン万次郎って聞いたことあります？うん、有名じゃん、有名、なんか本とか絵本とか出てて、そうそう、ジョン万次郎さんが、うん、まあ、琉球時代に糸満の大戸浜っていうところに上陸したんですね。うん、でそこから、まあ、あの鎖国時代だったので、うん、そこから開国目指して動いてたっていう方なんですけど、うん、そこはスポットさあの、ね、浴びてるんだけど、もっと細かく言うと、ジョン万次郎さんが琉球に降り立った時に持ってたものを僕調べてたんですよ。うん、市議時代に。持ってたもの？ちゃんと本に書いてるんですよ。持ってたもの。何を持ってたの？いろんなの持ってるんですけど、うん、あの、航海図の資料とか、うんうんうん、あと、航海の時のコンパスとか、うん、あと、ピストルも持ってて。ピストル？そうそう。と、あと、僕が着目したのは、ネクタイ。ネクタイ？ジョン万次郎さん、あの琉球に降り立った時に、ネクタイを実は日本で初めて上陸させたんです。糸満に。糸満がじゃあ最初？だから上陸の地なんです。ネクタイの。そう。これ、検索したら出てくるんですよ。だけど、糸満市は別に上陸の地として宣言も別にしてなかったから、うん、まあ、市議の時に、糸満上陸、ジョン万次郎さんがこのネクタイ持ち込んだ上陸の地として宣言しませんかと、うん。で、それを宣言して、例えば、それが蝶ネクタイなのか、ネクタイなのかがはっきりわからないところだったので、その教育委員会で調査してくれませんかっていうのをやってたんですけど、結局調査も何もされてないんだけど、まあ、それが進んで、じゃあネクタイを上陸の地として糸満宣言しましょうってなった時に、うん、このネクタイを作るものを例えば草編みとかでも作れるので、あの就労支援の方たちのお仕事として作れないかっていうのを僕裏でやってたんですよ。面白い。そうそう、だからそういうふうになんか議会でも、あのネクタイの日って決めて、みんなでつけたり、でそれをまた糸満に観光に来た時に、うん、ここが実は日本の上陸の地、初めての土地なんですよっていうふうなアピールをして、面白い。そう。で、それをまた就労支援の人たちが作って、生産して、それを販売して、自分たちの収入として、あの、お給料もらえるような仕組みを作ろう。仕組みを、この沖縄のもともとあった文化とか歴史から経済を作りたいなっていう発想なんですよ。だから何か新しい建物を作ってここに人を呼ぶではなくて、もともとあったものを掘り出して、そうそうそう、これが沖縄中にゴロゴロ転がってるはずなんですよ。そうだね。そうだね。そういうものをまた、あの、なんだろう、深掘りというか、うん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 、掘り起こす。絶対じゃあ、もう、あっちこっちにあるよね、それはね。うん、あ、絶対ある、絶対ある。それをやりたいね、そうそうそう、本当に各地で。それをまた、糸満がやることによって、糸満の子供たちは、それ学ぶんです。うんうん、ジョン万次郎が、多田さんに開国目指してきただけじゃなくて、うん、こういうものを初めて日本に持ち込んで、あの、どう広がったんだよとか、で、これを、例えば、僕、県外にさっき出て、二十歳の時出たって言ったけど、県外の人に、沖縄行ったらどこ行った方がいいって聞かれるんですよ、沖縄の人。で、僕、答えられなかったんですよ。ああ。もう、何にも情報がないというか、うん、もう、美ら海か、首里城じゃないですかって、ぐらい。そうか、そうか。だから、自分の生まれた地域にこんな素晴らしい文化がいっぱいあるのに、何にも知らない。それって、やっぱり、教育が弱かったのか、うん、まあ、僕の、そこが悪かったところもあるんですけど。そうですね。じゃあちょっとここで、あの、CM に。はい、CM 行きます。はい、お願いします。はい。面白い。
ネクタイ初めて聞いたわ。はい、ねえ、初めて聞きました。そうなんだ。そうなんですよ。そういうのをね、生かして、だからやれるはずなんだけど。なんか、だから外の外資に頼るんじゃなくて、うん、外資とかその、なんかね、ホリエモンとかその、だから、盛岡さんたちは、上から目線だわけ、うん。だから、沖縄を自分たちがテーマパークにしてる。だから全然違う発想、うん。全然違う、全然違う。ジャングリアでも失敗しそう。いや、すぐ終わると思うんですよ。ね、前もほら、やろうとして、USJ か、うん。懲りないよね。ジャングリアダメっぽいけどな。一瞬でバッていくけど、一瞬でバンって、うん、行きそうなイメージ。なんかそれで自然とか壊さないでほしいね。そうですね。やんばるね。うん、大事なの。やんばるの良さがあるのにさ、うん、沖縄をもっとブランド化するとか言っちゃって。じゃあ、続きいきましょうか。はい、続きいきましょう。じゃあ、いきます。じゃあ、今度はまた衆議院選挙に入りましょうね。じゃあ、はい。初めて知ったネクタイの話、もう素敵ですよね。多分、本当に沖縄中にあるから、みんなで本当に掘り出して、その時をね、行きたいと、本当に思います。はい。ということで、またちょっと衆議院選挙に戻りますけど、私は期日前投票をやってきました。やってきましたか、皆さん。まだです。まだですか。まだです。まだですか。宜野湾市だと投票所もちろん期日前投票市役所でもできるんですね。はい、朝から朝何時だったかな8時ぐらい。9時じゃないし。うん。8時半でした。8時半ぐらいから5時半だったと思う。で8時までなんですけど宜野湾コンベンションシティ3A ですね。はい。そこでも朝の8時から7時までかな向こうは7時。早いんですけど、そこまでできるので、皆さん、期日前投票も、ちょっと、その当日27日が厳しいなっていう人は言ってください。そして、3回皆さん投票用紙入れるので、いいですか？最初は小選挙区なので、ここは2区なので、2区で立候補している方の名前の中から、1人書きます。はい。私は荒垣邦夫と書きました。そして、その後、今度は投票用紙をもらって、支持する政党を書いてくださいとあります。そこもまた投票台のところにあるので、それを見て、しっかりと慌てずに書いてください。で、この関係ないこと書いたら、頑張ってくださいとか、書いたら無効になるので、ちゃんとその名前を書いてくださいね。そして、支持政党、私は令和新選組と書きました。で、次、3回目の投票は裁判官です。これが、全然知らされてないから驚きました、私も。え？と思って、この知らない裁判官の名前が全部あったんですね。でも私は以前に、前の選挙の時も衆議院選挙の時に、この裁判官は、最高裁判所の裁判官は、みんな罰でいいよっていうのを聞いてたんですね。それは、辺野古の訴訟とか、今回大執行になったんですけど、地方自治を壊すような、沖縄県民がもう 70% が反対してるのに、そういうのを無視した形の、大執行、そういうことに対しても、沖縄の民意を取り上げない、そういう裁判長たちがいっぱい名前を連ねてるということなので、罰と書きました。ですから皆さん、行く前にできたら調べて、インターネットで、私も裁判官まであるってのをちょっと調べてなかったので、しっかりやって投票所に行ってくださいね。はい。ということです。うん。はい。行ってほしいですね。もう本当に投票率が低いので、いつも、うん。私はもう大切な投票を棄権しないでといつも言っているんですけど、うん、教師してる時も生徒に言ったんですけどね、自分でちゃんと調べて、ちゃんと投票してねと言いました。うん。はい。でも実は僕30歳まで選挙行ったことなかったんです。10年間市議もやりながら。それはなぜ、私はもう20歳から、もう多分、まあ、イギリスに留学してた時はやってないかもしれないけど、皆勤賞ですね。なぜですか、しなかったの？あ、もう単純に、僕の一票では、うん、社会は変わらないと思ってたし、で政治自体にもう絡みたくないっていうのがすごいあって、うん、だからもう30までいかなかった。そうなんだ。でも30歳の時に、うん、まあ、子供生まれたんですけど、うんうん、まあ、子供たちが生きる日本、うん、その未来ってどうなるんだろうって考えた時に、うん、国会で
あの、おじいちゃん議員が寝てるんですよ。あ、国会見たら？そうそう、国会見たら。うんうんうん、で、国会見たら、たくさん、あの、うんうん、まあ、ご多忙で眠られていて、うんうん、そう、眠られていて。で、これを僕は見て育ったので、ああ、もう、こんな人たちに投票なんかしたくない。そうだよね、本当に。と思っていかなかったんだけど、うんうん、だけど調べていくと、うん、なんでテレビで寝てるシーンを流すんだろうって、ふと思ったんですよ、うんうん。これってもしかして若い人たちを選挙に生かさない、そういう誘導がもしかしてかかってないかなって、僕の中で。あ、諦めろ、みたいな。そうそう。どうせ変わらんぞ、みたいな。うん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 、っていうので、もしかしてあるんじゃないかなって思い始めて、そっからなんか、まあ、しっかり政治見ようみたいな感じになっていって。あ、はい、それは、私、沖縄で、沖縄大学で教えてた時に、うん、生徒とちょっと生徒に議論させたことがあって、選挙について。うん、そしたら、やっぱり期待してないっていう人がもうほとんどで、うん、期待してるのはちょっとで、うん、そしてやっぱり似てた、うん。なんか自分たちの声はどうせ若者の声は反映されないんでしょうみたいな感じだったんですよ、うん。だからそういうのって大きいかもしれないですね。そうですね。うん、でもそこも、やっぱり僕ら親が子供たちに、うん、伝えてないところ、うんうんうん、なんか政治の話してダメだよねとか、宗教お金の話するなみたいな感じにやっぱなってた。そうだね。だから僕がすごい30から一気に政治に目覚めて、やっぱ家族の中でも普通に話するんですよ。うん、政治の話を、うんうんうん。そしたら親父がある時、政治の話するなって、僕怒鳴られて。で、いや、政治の話しないから、今の日本がこうなってるんじゃないの、うんうんうん、って言ったら、シーンってまたなってる。なって、ああ。そう。だけどもう気にせず、うん。だけど誰かを否定するわけじゃなくて、うんうんうん、なんで今の政治ってこうなってるんだろうっていうような話であったり、うんうん、で、人それぞれなので、家族間でも僕が考えてる思想と、また別の思想ってみんな持ってるので、うん、それを認め合うことが、僕は、まあ、まずは第一歩かなと思って。うん、僕はこういう思想を持ってるよ。あなたはどうですかっていう感じで、うん、絶対僕否定しないんですよ。うんうんうん、全く反対側の、 あの思想を持ってても。そうだよね。イクミン、それが特徴だよね。そうそうそう。誰とでも手を組むっていうか、そうそう。聞きたい、ね。うん、だけど、その中で、やっぱ僕も、うん、あの考え方に偏りがあるから、うんうん、僕、あの、全く考えもよらなかったこと言われたりすると、うん、引き出しが増えた感覚があるわ、つって。ありがとうね、って。あ、自分がこっちから見てたけど、うん、この人がこっちが見せてくれたっていう。そうそう。うん、あ、そういう考え方も確かにあるね、って言って、うん、ありがとうって言ったら、うん、みんな言いやすくなるみたいで。うんうんうん、だから否定するとみんな言いにくくなるけど。うん、そうだね。そうそう。だからなんか、別に未来を良くするために政治ってあるんだから、これが話の段階でごちゃごちゃ喧嘩になってたら、うん、未来なんか作れない。そうだよね。やっぱり、あの、対話っていうか、うん、声を聞くっていうことから始まるよね。だから私が今、そうそう、あの、今の政権に対してすごい悲しいのは、あの、聞くっていうところができてなくて、うん、あの、いつも、丁寧に説明します。沖縄の方々に、もっと丁寧に説明しますっていうことだけで、私たちの声を聞くっていうことが足りないと思うんですよ。うん、だからそれで、どんどんこう、いろんな押し付けをしていこうみたいなのが悲しいなっていう。そうですね、うん。なんで沖縄だけこうなんですか？だから。例えば県外で以前、その、うん、まあ、米軍基地を移転させようみたいな話もあったけど、そこの土地で反対されたから断念しました。みたいな。多いですよね。そうそう。私、いや、沖縄はっていう。そうそうそう。佐賀でもオスプレイが配備されるって言って、うん、騒いでたの。私、友達に電話したんですよ。うん、佐賀の仲良しの友達に。オスプレイって大変だよ。うるさいよ。やめた方がいいよって言って。そしたら、なんとことない。市民が騒いだら、オスプレイ断念って。なんか、あれ沖縄と違うと思ってね。なんか、すごいですね。そう。何の差があるんですかね。ねえ。だから、そういう沖縄に、あの、寄り添ってくれる人。私、山本太郎さんは、辺野古にも、なんとも座り込みに来て、高江にも来たんですよ。うん、だから、いつでもなんか、もうコンスタントに、なんていうのかな、特別な時にじゃなくて、普通に市民と混じって、あの、言ってくれて、そして、あの、ストレートに、私は言い方が好きで、大石あきこさんとか、うん、あの、太郎さんの、もうストレートの言葉遣いが好きで、政治家って難しい言葉を使う人が多すぎて、うんうんうん、え、今のどういうこと結局みたいなのもあるけど、
やっぱりそういう市民の声、市民の声に寄り添って国会に届ける人っていうのが必要じゃないかなって思います。うん、あの山本太郎さんがずっとやってる、うん、凱旋があるじゃないですか。うんうん、で、その聞きに来た人に対してマイク持たして、あなたの意見聞かせてくれっていうようなことをや、うんうん、もうずっとやってるんですけど、うんうん、あれは本当にすごいなと思って。すごいと思う。そうそう。どの政党もあんなことできないというか、うんうん、あの否定されたとしても向き合ってあの話していくじゃないですか。うん、もちろん決裂するときもあるけど、うん、でもその人を否定するわけではなく、そう、うん、ちゃんと言わせるよね。そう、一応みんなルール1分とかあるけど、うんうん、それ守って言ってもらって、また答えるでしょ。うん、これがすごいなって。私、太郎さん、私最初公認だったので、今は無所属ですけど、うん、私の実家が事務所になって来たんですよ、太郎さん。うん、びっくりしたのは聞く態度、うん、その時みんなでなんか会議というか話し合いしてる時に、うん、人の話をもうまっすぐにもう動きもしないで聞くんですよ。うん、だから多分この聞く力がすごいのかなと思って、聞いてるからパンって答えますよね。うんうん、だから私はすごい人だなと思いました。うん、うん、出ますよね、うん、人。そう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 。そして私がこういろいろ問題が起きて、その後に新聞とかで騒がれたりした時に、うん、それでも私はもう、あ、きっとこれで除名というか離党してくださいって来るんだろうなって思って、これだけ令和攻撃されて、うん、そうじゃなかったんですよ。うん、まず聞かせてくださいって来て、で結局あんな忙しい国会もあるのに、朝の3時ぐらいまで大石あきこさんとこの何人かのズームでずっと話をして、もうしっかり聞いてくれて、うん、そして、うん、ずっともう、ま、あのいろいろなことがあったので、うん、なんか、うん、分かりましたって言って、じゃあ頑張りましょうっていう感じでだったんですよ。うん、でも、うん、もうなんていうか、私よりも多分私のことよりも令和を叩きたい人たちが、私がまた2等選でもあったので、うん、令和をここで伸ばしたら大変だと思う人たちがもういろんな攻撃をしてきたので、うん、私はまあいいんですけど、令和が攻撃されて始めたので、うんうん、やばいって私は思って、うん、もう令和新選組に攻撃行ったら困ると思って、私がもう離党しますっていうことで動いたんです。うん、そうだったんですね。そしてその後に太郎さんから手紙が来て、うん、私はもう今も大切に取ってますけど、うん、あんな美しい日本語見たことないです。今日はその手紙を持ってきて。もう手紙はもう、もう本当に、もうこれは、もうまあ、もうその大切にね、うん。もうなんか本当に涙がもうたくさん出ました。うん、もう人柄が溢れてるなっていうか、うん、そういう人ですね。うん、もうああいう人が総理大臣になってほしいですけどね。うん、本当に、うん。だから皆さんに本当に政党もしっかり考えて、投票してほしいなと思います。だから私は2区にいるので、邦夫さんに小選挙区を入れて、政党は令和新選組と書きました。なんか最近ネットで、うん、その政党のマッチング、うんうん、アプリというか、うんうん、サイトみたいのが、うん、友達の中で結構広まってて、うん、で僕もさっきやったんですよ。うん、そしたら1位令和でした。あ、だったマッチング、あ、マッチングアプリってあるの？そうそうそう、恋人以外にも？そうそうそう。政党のマッチング。じゃあみんなやってみたらいいよね、それでね、うん、いろいろね、うん、マッチングアプリ。いいと思います。明日投票行きますって。あ、本当？もう嬉しい。本当に、もう本当に投票してほしい、ね。高校3年生も投票権ある人いるんですよね。うん、ぜひ考えて、自分でいろいろ調べてね、そのマッチングアプリも使って、うん、今 YouTube でいろいろ見れるからね、うん、国会の討論とか、うん、すごいそういうのでわかると思う。それに選挙って、うん、ちょっと言いたい放題というか、うんうん、ね、うんうんうん、それはある。だからそれがちょっと僕嫌だなと思うところもあって、うん、なんか、まあ、言葉では、うん、経済政策やるんだみたいな感じで言ってる政党、うん、やっぱ多いんだけど、うん、いや、あなたたちの政党がずっとやってて今こうなんですよって、うん、どうしてくれてんのって僕は思うところもあって、なんか少子化対策やるんだって言って、いや、もう30年前からそれ言われてて、そう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 、あなたたちずっと政権持ってたじゃんって、うん、何してたのって思ったりするんだけど。本当に明石市、兵庫県の明石の泉房元市長が、うん、やったように、
子供のためにお金をいっぱい使えばね、うん、この国もっと明るくなりますよね。明るくなるし、経済絶対回るんですよ。うんうんうん。うん、その学校に、教育に、そして、保育士とか介護福祉、うん、そういう人たちに入れれば、もっとみんな幸せになれると思うけど、うん、どうですか？だからなんか、僕が市長選、出させてもらった時も、うん、まあ、相手候補というか、もう、今の市長ですけど、やっぱり、新たな開発をして、うんうんうん、若者たちが働ける場所を増やすんだっていうような感じの政策だったんですけど、僕はそれもう全面的に否定したんですよ、実は。うんうんうん、大事だけど、順番が違うと。うん、まずは、今もう少子高齢化、沖縄県でももう、全国では少子高齢化なのに、沖縄県だけが伸びてた時期があったんです。伸びてたというか、まだ亡くなる方よりも生まれる数の方が多いっていう時期がずーっとあって、で、戦後初めて令和4年だったかな。その時逆転したんですね、沖縄県も。だから沖縄県もこれからいよいよ少子高齢化がどんどん加速していくっていう流れがもうできてるので、だったら新しく生まれる命、その人たちをサポートした方が未来明るいですよと。だから今、若者たちが働く場所を増やすんじゃなくて、新たに生まれる人を増やすっていうことをまず力入れないと、10年後、20年後、とんでもないことになるよって。で、それで今働く人たち、の場所を、働く場所を増やすっていうのは、実はメリットとデメリット、もちろん物事にはあるんだけど、そしたら、今、介護福祉の人たち人材不足、保育士さんがいないとか、いろんな分野で人材不足がある中で、新たに働く場所を増やすと、その企業は、周りの収入より高めて設定して出すんですよ。雇用を。そしたら、介護をやってた人が、給料がやっぱりいい方が、やっぱり生活あるから、そうそうそう、ここに移ろうって言って、うんうん、介護の職を離職するっていうのがもう全国で後立たないんですよ。そう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 。で、本当に介護が必要なのに、うん、介護する人がいなくて、もう事業所自体を閉めるっていうところも出てきて、うん、今、続々だよね。そう。もうだから大変だね。だからやばいよって、この、うん、新しい働く場所を作るっていうのはもちろんいいんだけど、うん、考えないと。うん、どんどん自分たちの首を絞める、自分たちの家族、おじいちゃん、おばあちゃんが通ってる施設が閉まるっていうことにもつながっていくよと。本当、命に直結するね、問題だよね。でもそれは実際だけの問題だけではなくて、うん、国がしっかりサポートを本当はしないといけない。で、そこに予算出さないというか、介護の人たちの給与を改善するような動きやってないので、そうそうそう、だからどんどんみんな辞めちゃう。そう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 。だからそこをね、なんか経済回すんだだけでは、なんか成り立たない議論ってやっぱ、うん、そこもしっかり見てほしいなって思います、うん、ここ、はい、そろそろ、はい、はい、そろそろ CM 行きましょう。はいはい、お願いします。ありがとうございます。でも本当に私のね、友達も保育士の資格持ってるんだけど、うん、保育士やったら子育てとかできないってもう、うんうん、この給料じゃあやばいっすよね。やばい、人材不足が、やばい、もうやばい。だから宜野湾市も保育士に対してこの免許を取るための講座とか助成金出しますよって言っても、保育士自体がこの給料がちゃんとしてないとできないよね。だからそこのところをやっぱり変えていかないとね。でも今からは少子高齢化なので預け入れる数が減るので、だから今度は保育士さん多分浮いてくるんですよ。頑張りましたよ、ね、うん、上がってくる、どんどん。そうか、そういうことになるから。ああ、もういろいろと、もう大変だね。人口も減りながら、うん、そして訪問介護も、なんか補助金がなんか少なくなったって、うん、なんか訪問介護も、うん。だから訪問介護やってる友達がいるけど、とっても経営が難しいって。じゃあ本当そうだ。大変だ。うん。動き勝ってる場合じゃないんですよ。そうそうそう。障害者の方も大変だよ。なんか、最低賃金がなったのはいいんだけど、払わないといけないでしょ。それに見合わない仕事があんまり来ないっていうのが、ね、うん、障害者の。うん、それでもやっぱりできないって言って、その A 型から B 型に、ね、厳しい。厳しいですね。あと何分ぐらいだっけ？あと、6分、7分ぐらい、うん、6分ぐらいです。うん、じゃあ、イクミン、喋りたいことを喋ってください。じゃあ、行きますね。今日はイクミンの時間なので。あ、じゃあ、うん、農業の話したいした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 よ。じゃあ、行きます。5分前にこうします。はい。行きます。
はい、じゃあ育民農業について喋ってください、はい。まあ、農業全般というか、うん、僕やってることがあって、うん、はいはい、あの実は糸満で田んぼがあるんですよ、うんうん、田んぼ作ったんです。お米作ってるの？お米、聞いたことない。そう、実は戦後あの初めて多分僕が糸満でお米を作った。今作ってる？今作ってます。うわ、できたの？2期目で食べた。今ちょうどあの実がつき始めたところ。じゃまだ食べてない。これから、1ヶ月以内に稲刈りするっていうぐらい。いっぱいできるの？あ、まあ買えるの？植えれば注文できる。あ、いや、僕らが作ってるのはすごい、あ、少し今まだ小さい面積なので食いじゃってるからまだ小さい面積なので売るっていう分にはないんですけど、はい、ただこれをもっともっと広げていきたいなっていうのが、まあ、僕の、いい、まあ、野望の一つというか、はい、これもまた沖縄の文化につながっていく話で、もともと戦前まで沖縄って米どころなんですよ。あ、あれだよね、私渡嘉敷におじいちゃんたち住んでたから渡嘉敷もこの、もうすごいですよ、離島もすごかったって。 米農家ばっかり当時は、今もまだいるけど、うん、この、あの、僕ずっと、まあ、サイさん、沖縄の文化とか、伝統とか、うん、そういうものに根付いたものを、うん、まあ、観光に変えている仕組みが絶対僕は必要だと思っていて、うんうん、でその中で着目しているのが、うん、その一つがまた、田んぼ。田んぼ。なんですね。なんか戦前までは、うん、やっぱり沖縄って田んぼがいっぱいあって、うんうん、だから、今でも、まあ、各地域、市町村、あの、部落とかでもそうなんだけど、綱引きやってるとこないですか？ある。議論あります？うん、あるあるある。いっぱいあるよ。ある。あるよね。うん、綱引きの原料って何か知ってます？わら。わら、わら。わら。稲わら。うん、はい。稲わらってお米なんですよ。あ、そうか。じゃ、そのとこ、とこ、土地にあったっていう。そう。綱引きをやってるところの歴史を遡ると、その土地で田んぼがあったっていうことがわかるんです。うわー。単純なんです、本当に。だから綱引きっていう文化やってるんですよ。そうか、うん。で、沖縄中見渡すと、そこら中でやってますよ、ね、綱引きって。うんうんうん。ということは、あちこちだったんだ。沖縄中で米作ってたっていう話なんです。うわー。単純に。じゃあ、宜野湾で割ったってことだ。ね、2カ所でやってますもんね。大山と宜野湾。うんうん、うん、うん。そうか、じゃあ、そこに田芋だけじゃなくてお米も作って。うん。そうだよね。うん、絶対作ってた。だから、綱引きっていうものやってる。だけど、今やっぱりお米を生産してる土地があまりにも少ないので、うん、例えば県庁から綱引きの時に稲わら買ってやろうとか、うんうんうん、で糸満の大綱引きは実は 100% 中国産なんですよ。そうか。那覇大綱引きは 100% 台湾産。こんなに頼ってるんだ私たち。そう。ああ、で、あのちょっと皮肉なことなんだけど、じゃあ綱引きってどういう意味でやってるんですか、うん、っていうと豊作祈願っていう意味が入ってるんですよ。そうなの？じゃあ、糸満とか、那覇とか、中国とか台湾の豊作を願った儀式を糸満でやってる、うん。那覇でやってるっていう意味になってるんですよ、今。うーん、本来の元々の文化の意味が、足元から崩れていて、形だけが残ってる。あ、これって、本当に文化ですかって僕は思うわけ。なんか根のなくなった文化って感じだね。形だけが残って、うんうん、あの理念とか、うん、そういう足元のものが、うん、あのなんだろう、追いついてないというか、うん、でそれをダメだよねっていう意味でしっかり地元でお米を作って、地元でその稲わらを作って綱引きをやるっていうのが本来の文化。うわ、それを継承したいんです。いいなそれは。そで、で僕はあの今小さい面積ですけど、子供たち積極的に田んぼに入れて、うんうんうん、で田植えさせて、うん、お米一粒が3ヶ月4ヶ月かかって初めて一粒できるんだよっていうのを、すごい、食育として教えてるんです。うわ、大切だね。めっちゃ大切。この食育っていうのもまたあのキーワードというかあって、沖縄県の食品ロス、給食のを調べたんですね。沖縄県というか糸満のまず調べたら、糸満だけで年間80トンあるんですよ。食品ロス。80トン、うん、すごい。これ沖縄県全部で多分調べたらとんでもない量。じゃあ調べてみよう。うんうん、これを今沖縄県全体に僕、うん、あの公文書改正請求出して、うん、今、情報を取ってるんですけど、これが分かればまた記者会見しようと思ってるけど。いいね。だからこんだけ SDGs だ、食品ロスなくそうとか言ってて、めちゃくちゃ捨ててるんです。うわ、だからこういうのを、
あの子どもたちが悪いとかじゃなくて、僕ら親がしっかり食育として子どもたちに教えていこうっていうので、じゃあまず田んぼから始めようっていう活動をやって、まあ、3年前ぐらいからやってるっていう、はい、素晴らしい。もうイクミン、目がキラキラキラとしてます。もうイクミン頑張ってくださいね。頑張ります。そしてまたあのもう どんどん来てください、そっちに話をしてほしいな、はい、そしたらこれを聞いてまたやりたい人も出てくるかもしれない、うん、じゃあ最後なんか一言どうぞ、メッセージを。え、30秒ぐらいかな。もういっぱい喋りまくってあれなんですけど。選挙行こう。選挙も行こうもそうなんですけど、やっぱり僕らがもともと生まれ育ったこの沖縄の、うん、文化、文化とか、うん、そういうものをやっぱり掘り下げて、あ、沖縄で生まれてよかったとか、なんかそういうのをまた子供たちに伝えていけるような、いいですね、まあ、親でありたいなと僕は思いながら子育てをしています。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとう。